今回行うのは足だけで運用レースというものです。足を全力で発揮できるかを見て合えるかなんてこと。そう、それほど難易度が高くなくインド人でもできるコアなイベントです。ですのでご参加はご自由に、っていうか必ず参加くださいね。いや、やっぱりやめておこうかな。ダメ、わかったわよ。でははは、そこの小さい子、挑戦してみないか。どうやら私が選ばれたみたい。行ってくるね。大丈夫かな。へいへいへいほう、ルールは簡単簡単化してる。そこに置かれたであろうイラストや3の爆弾を回避するという世にもダイナミックなアトラクションだ。ルールはこんな感じさ。ほら、見とれてないで始めるぞ。あ、その爆弾に触れたらどうなるかって、当然死にます。慎重に。感じ間違えた。慎重に。
今、誰か私の名前を呼ばなかった。呼んでないわよ。気のせいなのかな。一応、疲れているんだし。気のせいなんかじゃありませんよ。小石さん、見つけましたよ。